お久しぶりです。はい、3回目いらっしゃいました。覚えてくれてる。しょっぱな食べてましたけども、うん、ワンフーラーメン、うん、もうめちゃくちゃ美味しくてやっぱ好きだなって、うん、この味がやっぱ、うん、合うなって思ったので。でもあんたはいいよ、何でも合うから。何でも合います。見てました今シーズンは。見てましたよ。どうでした。私の予想はね、うん、4位、うん、よくて3位の予想だったんです。だけど、もう下に行きようもない位置で終わっちゃいましたよね。下がなかった、うん、だから来季はね、うん、上がるだけじゃないですか。そうですよね。もう今季は下がりようもないんだから。下がりようもない。あとはもう上がるばっかり。確かに。そう、今シーズン2軍の選手、お店来られた方いました。いるよ。おブライトとか。あ、4番あ、鵜飼選手。鵜飼選手、それから福本。おー、いいですね。あ、平田さんとかどうですか。平田君はもういなくなるでしょう、うん、2、3日前に見える。え、いつ知りました。俺たちは分かったのはもっと前だ。やっぱそうですよね、うん、その代わりない、これだったから。そうですよね。もう大好きな選手がって、うん、でもそういう時期かって、ね、俺も一番仲のいい選手。あー、そうだったのか。もう18年間ずっと。そっか。おじさん、僕引退っていうか宣言されましたと。あ、で、引退するのか自由契約にするのかどっちでもいいからっていうふうに言われました、うんうんうん、だから私は自由契約にしますっていうことを言ってた。うん、やっぱ報告ね、しに来てたんですね。奥さんと相談した結果自由契約に。そっか。で、他のチームに行きます。やれる自信はあります。おー、かっこいい。でもいい選手をドラゴンズは出すんじゃない。まだ俺は2年は3年はできると思うけどね、うん、でもまあどこにいたとしてもね、好きな野球を続けられるっていうそのね、ドラゴンズが大事だと思うし。やだー。恩返ししてくれるよ。痛い恩返ししてくれると思うよ。あの、本当のお父さんがね、最高にねセンス溢れる一句をね用意してくれたので読んでもらおうと思います。ちょっと披露してください。読むほど知らないものではないです。ゆずきやあれだよ。じゃあ代読。伝票の裏に書いてあります。読み合わせていただきます。ゆずきや竜に小枯らし明かり消え。いろいろ詰まってるんですよね。これちょっと見せますわ。このゆずきがイコール私、ゆずきです。ゆずきはいいです。この竜はドラゴンズの竜、ラーメン竜の竜、お店の竜、両方とも小嵐が吹いてる。両方とも、うん、なんかそこはなんかうんとか言えないんですけど、うん、それで小嵐吹いちゃって明かりが消えてっちゃったっていう。だ、その明かりはまた出してきましたよ。また出してくる。竜の明かりが消えてくる。竜のラーメン店も明かりが消えていく、うん、で、うちのグループの明かりも、うちの明かりは消えないですね、まだ。はいや、まあ通し続けていくんだ。前回来た時に、うん、次、3回目来たら、うん、あの、ゆずきラーメンを作ってくれるって言った約束覚えてますか。覚えてます。覚えてる、よかった。あなたが来てくれたからゆずきラーメンでもどう。本当ですか。今度3回目来たら作ろうかね。来た、すぐ来るぞ。どういうのがいいかね。あ、マシマシ系の野菜いっぱい入ってる野菜ラーメン。野菜大好きなんですよ。ああ、そう。健康的にも良くないですか。はあ、それ、あの、え、あんまっすか。だから果たしてあなたにね、合うかどうか。いや、どうですか。そこはちょっとね、嬉しい。わかんないけれども、多分いいんじゃないかなと思うんだけどね。今、用意しますから。はい、ちょっと期待しないで、期待して待っててください。あ、難しい、ちょっと待って、難しい。はい、どうぞ。こんなところであるんです。あ、すごい。やばい、見た目が好きすぎる。ちょ、見て、野菜とうずらの卵。ちょっと赤いから、ピリ辛系。ちょっとピリ辛系。
スタミナピリ辛野菜ラーメン。スタミナピリ辛野菜ラーメン。つまり、ゆずきね。YS。YS? やったNS の次に、うん、YS? うん、ゆずきスペシャル。やばYS 来た小耳に挟んだ情報をこの明かりもねちょっと意味がある。そう明かりだから赤い。違うんだな。そうなんだけど違うんだな。食べてみな。ちょっとそれで一言。いただきます。あーうんないやん。そうなんか何でも美味しいよ。おいしいですって言うもんなみんな。いや本当に本当に本当に美味しい。食リポはみんな美味しいって言うんだって。このちょっとピリ辛にしてるのがもう絶妙本当に。うん最高。でちょっと麺もいただきます。うんやっぱ野菜って言ってよかったな。もやしと人参とニラ。ニラ。チンゲン菜。チンゲン菜。もう私の大好きな大好きな野菜ですよ。本当にテンション爆上がり。うん。メンバーからも赤にしてよかった。いやこれお月様が出てる。あ、これお月様？うん、夕月なんです。お月様だってねえもうセンス爆発してる。すごい。うんねこれみんなに食べてほしい。これあれですレギュラーメニュー決定です。選手が YS で頼む。やばテンション上がる。レギュラーメニューだから選手に食われちゃうよ。あらやだあらやだ準備しときます、うん、準備しとく。見た目も中身も意外とくあーダメだこんなのじゃあいいっすよいいっすよいいっすよとか勝手に言う。こんなことしたらもうゆずきの評判も落ちるし龍の評判も落ちる。龍も龍も落ちるならやめとくかというわけで、スクレッチ TV のねこう3度目となるこう龍さんにやってきて私はもう本当に大満足でございます。ありがとうございます。ちょっとまた来るかもしれないんで。はいまたよろしくまた来るかもしれない。その時もまたよろしくお願いします、はい、今日本当にありがとうございました、はい、ごちそうさまでした。いいねいいね。チャンネル登録チャンネル登録お願いよろしくお願いしますありがとうございましたご覧いただきありがとうございました。いいねチャンネル登録ぜひお願いします。